今日はですね、天気が悪くなると出てくる座骨神経痛についてお話をしていきたいなというふうに思います。副交感神経というのはどういう状態なんですかと、アンダッシュの渡りも終わったな、何やってんだよあいつは、はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院福岡副院長の松尾直樹です。今日もですね、腰痛改善するためのヒントアイデアをお伝えできればと思います。はい、今日なんですけども、今日はですね、天気が悪くなると出てくる座骨神経痛についてお話をしていきたいなというふうに思います。はい、まあ、この時期梅雨ですよね。梅雨になると結構多いんですよ。天気が崩れる前、雨が降る前とかに座骨神経痛が出てきますとか、まあ、足がしびれます、あるいは腰がね、重たいんですっていう方がいらっしゃいます。だけどその方たちの共通のね、特徴の意見としては、雨が降ってしまったりとか、あるいは晴れてる時っていうのは楽、比較的に天気が崩れるその一歩手前がもうピークで、足が痛いんですっていう方がね、非常に多かったりとかします。はい、じゃあその症状っていうのは一体何が原因なのかっていうと、これはですね、自律神経って言われるものが関わってる可能性が非常に大きいですね。はい、じゃあ自律神経っていうのが何なのかっていうと、これはですね、交感神経そして副交感神経に分けられます。はい、で交感神経副交感神経がそれぞれ何なのかっていうのをちょっと今から説明しますね。ではまず交感神経っていうのが何なのかっていうと、いやーちょっと今からなるに告白するぞ、緊張する心臓が、はい、という感じで人にね、告白するとき皆さんドキドキしますよね。はい、あるいは試合、何かの大会とか試合前緊張したりとか、発表したりとかするとき緊張するじゃないですか。はい、あるいはですね、今から戦うぞっていう状態、そういう状態だと交感神経っていうのが働きます。はい、まあ、筋肉がね、こう興奮し、筋肉じゃない、ごめんなさい、神経が興奮してる状態で、まあ戦うぞっていう状態が、まあ、交感神経です。はい、じゃあ副交感神経っていうのはどういう状態なのかっていうと、アンジャッシュの渡部も終わったな、何やってんだよあいつは、はい、っていう感じが副交感神経です。はい、リラックスしてる状態っていうのを伝えたかったんですけど、はい、ああいう状態はね、副交感神経っていうのが優位になってる状態です。はい、あるいはお風呂に入ってる最中もそうですし、まあ、リラックスしてる状態っていうのが、まあ、副交感神経ですね。はい、これはですね、これらっていうのはどっちもね、バランスよくならないといけないんですよ。はい、例えば戦うぞ、何か試合をするぞっていう時に、まあ、もうリラックスモードになっててはね、筋肉って働かないわけなんですよね。逆に寝る時、筋肉をね、筋肉っていうか脳を休ませたい時に交感神経っていうのが働いてしまうと、なんかこう興奮して寝れないっていう経験もね、あるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、やっぱりね、そこのバランスっていうところが、ものすごく大事になってきます。はい、じゃあ天気がね、悪くなってきてしまうと、そういう座骨神経痛が出る方っていうのはどうなってるかっていうと、交感神経っていうのがですね、優位に働いちゃってるんですよね。はい、このバランスが崩れてしまって、硬くならなくていいところで筋肉が硬くなっちゃってるっていうことが非常に多かったりとかします。はい、そしてその自律神経と一緒にですね、内臓も実はですね、疲れてることが多いんですけども、まあ、内臓のね、疲れから座骨神経痛をですね、出してしまうものとして、腎臓ですね、腎臓っていうものがめちゃくちゃ座骨神経痛と関係します。はい、こいつもですね、天気が悪くなると足がしびれるとか痛くなる、あるいは腰が重たくなるっていうのの原因になってきます。なので今日はですね、腎臓ですね、腎臓が弱ってるせいで座骨神経痛が出てる可能性っていうのは、そういう方非常に多いですので、そのね、ストレッチ方法というのをお伝えできればと思うんですけども、まあ、今日の内容が合う方っていうのはですね、日頃ストレスを感じてる、はい、仕事だったりとか人間関係だったりとかですね、はい、まあ、それに伴って夜ね、なかなか眠れないとか寝つけないっていう人、はい、で、あるいはですね、日頃何かしらに対して不安な気持ちをですね、持ちがちな人、はい、
ちょっとこう自己肯定感が低い人とかもしかしたらこれ由来の坐骨神経痛でが出てしまう可能性も非常に高いかなというふうに思います。で、特徴として天気が崩れる前は症状がひどいけども晴れたりとか雨が降ってしまえば楽になってくるっていうケースだとおそらくですね腎臓由来のそういう症状の可能性が高いですので、ぜひですね今からお伝えするケアというのを一緒にやっていただければと思います。はい、ではですねやっていこうと思うんですけど、まずですね自分が足がしびれる方、症状が出る方っていうのをこういう感じで、準備してください。はい、よろしいでしょうか。右の方は右、左の方は左を準備してください。はい、でまずですねもう本当これ簡単です。押すだけなのでもう押すだけですね。でどこなのかっていうと、まずですねお膝のこの裏のシワあるじゃないですか、これのこっち内側ですね、内側の一番端っこをまず捉えてください。はい、シワの一番端っこ内側ですね、そこを見つけてもらったら、そこからふくらはぎに向かって指3本分ぐらい下ですね、3本分ぐらい下、はい、で3本下に行っていただいたら、そこから外ふくらはぎの外側ですね、外側に向かって指ですね2本内側、はい、もう一回言いますよ。シワの一番内側をまず見つけていただいて、そこから指3本下ですね、3本下に行きます。で3本下に行ったら、そこからふくらはぎの外側に向かって指2本、あるいは中には3本の人がいるかもしれないんですけど、基本的には2本ぐらいです。はいですね。でここをですね2本のところを親指でぐーっと押してみてください。こっち方向ですね、すねの方に向かってグーって押していただくと、なんか痛くないですか？はい、ツーンとしたような痛さがあったりすると思うんですけど、ここのね硬さは腎臓の状態を表してくれていたりとかしますので、ここをねグーッと押し込んで深呼吸をしていくことっていうのをやっていこうかなと思います。はい、ではね実際にやっていこうかなと思いますので、リラックスしてあげてください。こっち方向にぐーっと押したままですね、押したままリラックスをしてあげてください。はい、この状態で深呼吸っていうのを何とかやっていきましょう。では鼻から吸って吐いて、ちょっと呼吸をね吐く方を長めにやってください。吸って吐いて、まあ、深呼吸ですね3回から5回ぐらいここを押しながらやっていただければなというふうに思います。はい、で次ですね押していただいたら、副腎って皆さん聞いたことありますかね。はい、腎臓の上にあるんですけども、ふくらはぎのね硬さっていうのはその副腎のですね状態を表してるっていうふうに言われたりとかしてます。でこのね骨のキワキワあるじゃないですか、骨のキワキワ、すねの骨のキワですね、そこを、なんとなくでいいのでこう押してみて、一番痛いところですね、一番痛いところ、僕だったらこの辺ですね、この辺ツーンとするので、そこを見つけていただいたらですね、真下にぐっと指を入れ込んであげてください。はい、そうするとツーンとするんですよ。はい、ここは硬いっていうことはもしかしたらね副腎が疲れてる可能性っていうのが非常に多いんですので、ここもね押しながらまた深呼吸をやっていきます。もうグリグリとかする必要ないです、ただ真下に押しといてください。では深呼吸をねやっていくので、肩の力を抜いてください。では実際にやっていきましょう。鼻から吸って吐いて、鼻から吸って吐いて、thank you.
はい、っていう感じでですね、まあ、腎臓のケアっていうのは異常になってくるんですけども、まあ、本当天気が悪くなったりとかするとですね、足が痛くなったりとかしびれる方っていうのは腎臓由来の坐骨神経痛が出てる可能性が高いです、はい、でその中でやっぱりねこう痛み止めをずっと飲んでた人ですね、坐骨神経痛とか腰が痛くて、痛み止めをずっと飲んでますとかブロック注射を何回もやりましたとかをねやってるとだんだん天気が悪くなると、足が痛くなってくるっていうことがよくあったりとかしますので、まあ、該当する方ですね、はい、あとお酒飲んでる人とかも、腎臓由来とかあったりとかしますので、はい、そういう方はねぜひやっていただければなというふうに思います。あとはねやっぱお白湯ですね、あの冷たいキンキンのお水っていうよりはちょっとこう常温に近いお水ですねっていうのを、飲んでいただくことっていうのを、まあ、おすすめさせていただきますので、あんま飲んでないなっていう人はちょっと飲んでみてください。はい、そしたらですね今日はこれで終わるんですけども、今日の内容ですね良かったな勉強になったなって方はぜひ、いいねボタンをですね今押してください。そして、チャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録して、まあ、今後のね腰痛だったりとか坐骨神経痛を改善させていく方法っていうのをぜひねチェックしてみてください。あとですねコメント、お待ちしてますのでしっかりとコメント残していただければなというふうに思います。はい、そしたらですね今日はこれで終わります。また次回の動画でお会いしましょう。